交流戦本日の第2試合これより後半戦に入ります。クラブホークアイ第3クォーター、プレーナンバー3の1、ホークアイキッカー、キッカー93番、ホークアイ0点です。クライメリー後半戦を行います。大阪バス、リターン。大阪バスに20ヤードの近所ボールデッド。ここから大阪バスの攻撃となります。リターンいたしましたのは大阪バスカンプス9番篠崎選手が約21ヤードのリターン。大阪バスカンプス21ヤードにバースターン。プレーナンバー3-2、大阪バスファーストダウン10、ボールオン自陣21ヤード。中央へのランプレー、しかしこれはホークアイのディフェンス集まりよく、ゲインはほとんどなし、むしろ1ヤードロス。キャリア23番、プレーナンバー3-3、大阪ガス自陣20ヤードからセカンドダウン11。タックルしましたのはクラブホークアイ33番、ラインバッカー吉澤選手です。大阪ガスカンプスセカンドダウン。無成功。クォーターバック10番左スプリントアウトからワイドレシーバー5番へのパス、しかしわずかに届かず、サードダウンに変わります。セカンドダウンでしたので今度はサードダウン、3回目の攻撃へと変わります。大阪ガスカンプスサードダウン、新たなパス。プレーナンバー3-4、大阪ガスサードダウン11、ボールオン自陣20ヤード。無成功。クォーターバック10番プレッシャーを見ながら右に流れつつ3番へのパス、しかしここでイエローフラグ、反則が発生しております。反則が発生しますと審判団よりファールマーカーが投じられます。パスナッパー、パーソナルファース、重い反則がありました。非常に危険な反則があったということで15ヤードのペナルティー。ラフィングザパサーです。パスを投げたレシーブ、パスを投げた選手に対する激しいヒットです。これは危険な行為として扱われます。15ヤードのバッターに従ってオフェンス15ヤード前進しファーストダウンとなります。大阪ガスファースダウン、35ヤードにファースダウン。プレーナンバー3-5、大阪ガスファーストダウン10、ボールオン自陣35ヤード。ナイスラン、ファーストダウン。ワイドレシーバー9番、モーションからのジェットモーションスイープ、そこから相手タックルを弾き飛ばし、大きくカットバックを切り大きく前進、ファースト。タックルを巧みに出し大きくゲインしております。敵陣43ヤードファースト。
プレーナンバー3の4、大阪ガスファーストダウン10、ボールオン相手陣43ヤード。大阪ガスファーストダウン。クォーターバック10番、キュービートローで地を突破、ファーストダウン獲得です。選手自らボールをキープ中央を走らせてファーストダウン14ヤードゲインです。プレーナンバー3の7、大阪ガス相手陣29ヤードからファーストダウン点。中央へのランプレー。キャリアは28番。最終の所有者の判定を待ちます。ここでキャリア28番ボールをファンブルしました。そのファンブルをしたボールを抑えたのはホークへ、したがって攻守交代、ターンオーバー。ファンブルしたボールをグラコ・ホークアイの選手が抑えましたので攻守交代となります。グラコ・ホークアイ、バイスキャプテン、ラインバッカー5番、小野選手のターンオーバー、ボールを抑えましたので攻守交代となります。攻守が入れ替わり、グラコ・ホークアイ自陣30ヤードプレーナンバー3の8、ホークアイ自陣30ヤードからファーストダウン点。中央へのランプレー、キャリア26番、約2ヤードのゲイン。前岡選手の長距離2ヤードから3ヤードのゲイン、約2ヤードのゲイン。タックルいたしましたのは大阪ガスカンプ52番、プレーナンバー3の9、ホークアイ自陣32ヤードからセカンダウン8。クラブホークアイセカンドダウン、ファーストダウンまで残り8ヤード。3番ハンドフォーポジションから自らキープ、そこから左オープン独走して大きい前進、ファーストダウン。クラブホークアイクォーターバック8番、失礼いたしました、クォーターバック3番、長吉選手自らボールをキープ、左オープン展開30ヤードのビッグリターン、ビッグゲインです。敵陣38ヤードにファーストダウン。プレーナンバー3の10、ホークアイ相手陣38ヤードからファーストダウン点。ナイスヒット。ワイドレシーバー31枚のヒッチパス、しかしこれを大阪ガスがチャージしロス、2ヤードロス。長吉選手に31番加藤選手へのパスが成功、しかし大阪ガスカンプス7番バイスキャプテン下田選手の強烈なタックル、2ヤードのロス。プレーナンバー3の11、ホークアイ相手陣40ヤードからセカンダウン12。トップ測りましたが、ゲインは2ヤード。サーダウン10に変わります。大阪ガスカンプス92番ディフェンスライン、金田選手がタックル、2ヤードのゲイン。
クラムホークアイサードダウンファーストまで60ヤードプレーナンバー3の12ホークアイ相手陣38ヤードからスタートアンテンパス不成功クォーターバック3番ワイドレシーバー27番へのロングパスしかしオーバースローフォースダウンと変わりますプレーナンバー3の13ホークアイフォースダウン10パンフォーメーションを選択パンター3番大阪スキューはこれをキャッチ自陣5ヤード付近でボールデッドここで攻守交代ですパンター3番長吉選手のパントボールを大阪スキャンスキャッチその場でタックになりまして攻守交代となります5ヤードの大阪スタンス自陣5ヤードでファーストダウンプレーナンバー3の14大阪ガス自陣5ヤードからファーストダウンここでボールをファンブルした模様ですターンオーバーです攻守交代ターンオーバー攻守交代大阪ガスキャンプスファーストプレイボールをファンブルファンブルしたボールをクラブホークアイの選手が抑えましたので攻守交代となりますクラブホークアイ敵陣6ヤードから7ヤード付近へのファーストダウンプレーナンバー3の15ホークアイファーストダウン2ゴール残り6ヤードプレーキャリア3番自ら中央突破を図りましたがゲインは1ヤード3ヤードのゲインクラブホークアイセカンドダウンファーストダウンまで残り4ヤードここでウォーターブレイクですここでウォータータイムアウトプレーナンバー3の16ホークアイセカンドダウン2ゴール残り4ヤードー
カウンターン、タッチダウンまで残り4ヤード。ハンドオフ上から左奥へ置き、相手タクロン振り下ろき、そのままエンドゾーン獲得にタッチダウン。左奥を展開しエンドゾーンに入りまして、今回6点獲得、6点を返しています。プレーナンバー3の17ホークアイ、トライ4ポイント、タッチダウンの後のワンプレーです。キックですと1点、ボールをエンドゾーンに持ち込むと2点を加点できます。キックによる1点を狙います。キッカーは93番、キック成功、1点追加。クラブホークアイ7点、大阪スカンクス13点。カウント選手のトライフォーポイント、キックが決まりまして、さらに1点を追加。第3クォーター7点を返しています。ほとんどの得点、大阪がスカンクス13点、クラブホークアイ7点、その差はわずかに6点です。プレーナンバー3の18、ホークアイキックオフ、先ほど得点を挙げたホークアイのキックオフで試合再開です。キッカーは93番、大阪スエンドゾーンでボールを2ダウンし、タッチバック。タッチバックとしたボールはホークアイ自陣25ヤードからの攻撃と変わります。このまま2ダウンしましたので、タッチバック、大阪ガススカンクス自陣25ヤードよりファースター。プレーナンバー3の19、大阪ガス自陣25ヤードからファーストダウン点。中央へのランプレー、キャリア23番、しかしこれはホークアイにカバーされており、2ヤードのロス。右、タックル付近を突破しましたが、クラブホークアイ44番、ラインバッカー、玉井選手がタックル、約2ヤードのロス。大阪ガスカンクス、セカンドダウン、ファーストダウンまでの。プレーナンバー3の20、大阪ガス自陣23ヤードからセカンドダウン12。10番ハンドホから自ら中央突破、ファーストダウンを獲得、セカンドダウンでファーストダウン獲得です。大阪ガスカンクス自陣35ヤードから6ヤード付近ファースト。プレーナンバー3の21、大阪ガスファーストダウン点、ボールオン自陣36ヤード。QB キープ、クォーターバック10番密集点を突破し約7ヤードのゲイン、再び中央をつきまして約6ヤードのゲイン。大阪ガスカンクスセカンドダウン、ファーストダウンまで残り4ヤード。プレーナンバー3の22、大阪ガス自陣42ヤードからセカンドダウン4。
パス不成功。クォーターバック10番、プレーアクションからパスを投じようとしましたが、ターゲット見つからずパスを投げ捨てました。サードダウンに変わります。パスを投じましたがインコンプリート。ダウンは済み、サードダウン。ファーストまで残り4ヤード。プレーナンバー3の23、高速ガス自陣42ヤードからサードダウン4。クォーターバック10番、QB ドローによる中央突破を図りましたが、これは読まれ、ホークアイ押し返し、フォースダウンとなります。約2ヤードのロス。ファースダウンまで残り5ヤードから6ヤードです。プレーナンバー3の24、高速ガスフォースダウン6。パントフォーメーションを選択します。パンター3番、30ヤード付近でボールが攻守交代です。地域を大きく挽回しております。攻守が入れ替わり、大阪兵クラブホークアイ自陣32ヤード付近へパスタ。プレーナンバー3の25、フォークアイ自陣32ヤードからファーストダウン10。81番キャッチ、そこからキャッチアンドランでエンドゾーンに駆け込み、タッチダウン。81番、今回6点獲得。ロングパスが成功。エンドゾーンに走りまして、エンドゾーンまで走りましてタッチダウン。68ヤードのビッグプレー。プレーナンバー3の26、今回トライ4ポイント。13対13です。クラブホークアイ、キッカー93番。キックが決まれば逆転となります。キック成功、1点追加。クラブホークアイ14点、大阪ガススカンクス13点、逆転です。ただいまでの得点、大阪ガススカンクス13点、クラブホークアイ14点。クラブホークアイが1点リードしております。ただいまの得点を挙げました、クラブホークアイキーコプレーナンバー3の27、クラブホークアイキックオフ。キッカー93番。大阪ガスリターン。大阪ガス陣25ヤード付近でボールデッド。ここからの攻撃と変わります。クラブ崩壊のキックオフボールを大阪ガスカックス、リターナー9番篠崎選手がキャッチ。15ヤードのリターン。ラブリータイムアウト、ラブリータイムアウト。プレイヤーの負傷によるタイムアウトです。
プレーナンバー3の28大阪ガス自陣26ヤードからファーストアンテン。ワイドレシーバー9番1パスをキャッチアンドラン約4ヤードでバックパスが成功。そのまま右横を走りまして約4ヤードのゲイン。大阪ガスキャンプセカンダウン。プレーナンバー3の29大阪ガス自陣30ヤードからセカンダウン6。中央へのランプレー、ゲインは2ヤード、キャリア14番。タックいたしましたのはクラブフォークアイ5番バイスキャプテンラインバッター小野選手です。ゲインは2ヤード。大阪ガスキャンプサードダウン、ファーストダウンまで残り4ヤード。プレーナンバー3の30大阪ガスサードダウン4、ボールオン自陣32ヤード。不成功。パスインコンプリート。クォーターバック10番プレーアクションからのパスを投じましたが、これはフォークアイがパスカット、ハワイはインターセプトでした。大阪ガスキャンプスパスを投じましたが、クラブフォークアイラインバッカー91番ミヤ選手がボールをカット、パスインコンプリート。大阪ガスキャンプスラストダウン。プレーナンバー3の31大阪ガスフォースダウン4、パンクフォーメーションを選択。ボールオンは自陣32ヤード、パンターは3番。このパントは大阪ガス失礼、東海陣20ヤード付近でアウトバウンス、攻守交代です。その辺で攻守交代となります。攻守で向かいクラブフォークアイ自陣30ヤード付近へ失礼いたしました。自陣20ヤードパスターン、21ヤードパスターンです。プレーナンバー3の32フォークアイ自陣21ヤードからファーストアンテン。中央へのランプレー、ゲインは約2ヤード、キャリア41番。佐藤選手の中央プレータックルいたしましたのは大阪ガスキャンプ90。93番郡司掛選手、ただいまのプレー3ヤードでゲイン。クラブフォークアイセカンドダウン、パーサーまで残り7ヤード。ここで第3クォーター終了です。第3クォーター終わりまして、大阪ガスキャンプス13点、クラブフォークアイ14点、攻守方向入れ替え、第4クォーターに移ります。ここで第3クォーターが終了。第3クォーターが終了し、第4クォーターはこれまでの得点の奪い合いに加え、時間を奪う戦いが始まります。